失礼します。こんにちは。ありがとうございます。もうめちゃめちゃ緊張しておりますが、頑張っていきたいと思います。めちゃくちゃギリギリまでバタバタしてました。頑張ります。はい、こんにちは。本日はですね、ゴマフアザラシのお名前発表会に皆さん見に来ていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。伊勢シーパラダイスからお送りします。はい、本日司会を務めさせていただきます。タックンとバラビーでーす。よろしくお願いします。お願いします。はい、周りからちょっとガヤも入っておりますが、楽しくお届けしていきたいと思います。さあ、まずはですね、皆さん本当にたくさん あのお名前のね、ご応募本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、まずですね、ちょっとお名前発表を始めていく前に、お名前発表までの流れを少し軽く説明させていただきたいと思います。まずですね、皆様からお名前を募集しまして、これをですね、私たちスタッフの方でちょっと由来の込みでね、ちょっと読ませていただきまして、そこで一番ですね、票が多かったものをですね、こちら3つ、はい、3つの候補に絞らせていただきました。それがですね、まず1番目がこちらの福音ちゃんですね。はい、福音ちゃん、はい、福音ちゃん。そして2番目が小春ちゃんで、3番目にふくるちゃんですね。この3つの候補に絞らせていただきました。はい、そしてですね、この3つを決選投票という形でお客様に選んでいただきまして、はい、一番票が多かったのが今日、ね、200人も見てる、ふうこちゃんのお名前となります。200人以上見てるらしいです。やばい、225、そんな一気に上がるんだ1秒単位でもうやばいですね、もう、はい、はい、本当に皆さんやばい、何言うか飛んじゃいました、もう。はいですね、これ、はい、言われまして、決選投票が行われまして、はい、そしてですね、同じナタライブの方でちょっと今配信をしていますが、はい、以前ちょっとですね、前回のルンタ君の時は YouTube の方でライブ配信をしていたのですが、はい、今回ちょっと初の試みでこちらインスタライブの方で配信しています。はい、初めてでーす。はい、もしかしたらね、ちょっとハプニングが起こるかもしれませんが、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは早速お名前発表の方始めていきましょうか。はい、それでは始めていきたいと思います。もう私たちの話だけではちょっと飽きてきちゃったと思うので、こちらにゴマフアザラシがやってきてくれました。さあ、ここはですね、ルーコちゃんがいないお家なんですが、はい、こちらにやってきてくれました。はい、皆さん、ちょっとこの伊勢シーパラダイス来たことある方ちょっと見覚えがあるかもしれませんが、こちらルーコちゃんのお父さんです。イケメンアザラシ大福くんです。はい、今日もイケメンです。風に吹かれても、めちゃめちゃかっこいいですよね。もうちょっとこの見てください、皆さん、この整ったお顔。はい、そしてね、なんとも言えない愛くるしい表情。もうね、大福くんどんどんね、皆さんの前としていきますよ。口の中ドアップです。そしてこの大福くん、ちょっとね、たまにちょっと不細工な一面もありますが、それもね、もう大福くんの愛嬌ということで、ぜひ皆さん、この大福くん、鼻しか映ってないですよ。はい、これで大福くん、ぜひ皆さん会いに来てあげてほしいんですが、はい、伊勢シーパラダイス、なんとゴマちゃんタッチというイベントがありまして、はい、こちらのイベントですね、このゴマアザラシたちに触りながら記念撮影ができるんですが、なんとこの大福くんにも触っていただくことができるんですね。はい、こんな感じでアザラシに触れます。ただね、運が良ければね、この大福くんとツーショットが撮れるなんてこともありますので、皆さん、伊勢シーパラダイス来た際、ぜひこのゴマちゃんたち参加してみてくださいね。はい、大福くんのかっこいいお顔を皆さん見せてますでしょうか。めちゃめちゃイケメンです、今日も。大福くん、後ろは誰って言われてます。後ろは誰だ。あれ、後ろはエリくんですね。おじいちゃんアザラシです。もうのんびりしてますね。はい、大福くんね、鳥羽水族館からね、お向こうにやってきてくれましたので、もうとってもイケメンのお兄ちゃんでイケメンのお父さんアザラシです。はい、はい、じゃあね、大福くんの紹介はこれぐらいにしておきましょう。大福くん、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。今日もイケメンでした。バッチリありがとう。はい、バッチリ。はい、それではですね、ちょっと大福くんとはお別れをしまして、ちょっと別の場所に移動したいと思います。はい、はい、これめちゃめちゃ可愛いですよね。全部ルーコちゃんです。もう僕が可愛いと思った写真のみを厳選させていただきました。それではですね、ちょっとルーコちゃんの成長の現在までの、ね、成長の様子を軽くお写真で説明していきたいと思います。
はい、ルコちゃんですね、今からちょうど2ヶ月前の4月の16日に生まれました。前回ですね、ルンタ君は真夜中に生まれたんですが、このルコちゃんなんとお昼の1時に生まれたんですね。そしてお昼ということもありましてね、たくさんのお客様に見守られながらのね出産となりました。生まれた時はですね、だいたい体重が8キロから9キロほどだったんですね、はい、ちなみにですね、イシシーパラダイスね、体重測定どのようにしてするのかといいますと、こんな感じで黄色い桶にね赤ちゃんを入れて体重を測っております。めちゃめちゃアナログでね、体力めちゃめちゃ使うんですね、はい、あ、もうルーちゃんもね見に来て、心配で見に来てくれておりますが、そんなね、ルーコちゃんですね、毎日お母さんからねミルクをたくさんもらいましてですね、今とっても成長しております。そしてですね、このお母さんからミルクをもらう期間も授乳期間というのですが、こちらの授乳期間大体約1ヶ月ほどになります、はい、そしてこの白い毛、皆さんよくね見たことあると思いますが、この白い毛は大体2週間から3週間ぐらいで抜け落ちてしまうんですね。はい、これが約2週間ぐらいで、大体ちょっと皆さんお写真見ていただいたらわかるかもしれませんが、白い毛、はい、ちょっとゴマちゃん模様が見えてきておりますね。そしてですね、授乳期間が終わりますと、次はお魚を食べていく練習になるんですが、りょうこちゃんね、最初は全くこんな感じでお魚を見せても、ね、口も開けなかったんですが、なんとりょうこちゃん2日でお魚を食べてしまいました。めちゃめちゃ早いんですね。どっかの誰かさんとは違う、どっかの誰かさん、うん、どっかの誰かさんとは違う、まあ、ちょっと一旦それは置いときましょう。はい、でね、りょうこちゃんお魚食べまして、ね、食べ始めますと毎日すくすく食べまして、今ではですね、体重がなんと26キロまで増えました。はい、丸い、生まれた時からもう3倍ぐらい体重差あります。もう写真皆さん見てください、このわがままボディすごいですよね。およぽよちゃん、これが9キロぐらい、そうですね、これが26キロ。早くね、ルーコちゃんのこと見たいですよね。もうちょっとだけ皆さん待っててくださいね。はい、では到着しましたので、ルーコちゃんの前に、こっちのルーコちゃんのお隣のお部屋ですね、はい、自分で扉を開けました。はい、お隣にいる女の子たち2頭をご紹介していきたいと思います。はい、すごい勢いよくやってきてくれました。こちら皆さんもご存知ですよね、今10歳の女の子、お姉ちゃんのこまるちゃん、そしてお隣が現在9歳の妹のいぶきちゃんです。さあ、今日はですね、ルーコちゃんのお名前発表会をたくさん盛り上げたいということで、盛り上げたいとして今日はこちらの姉妹もやってきてくれました。ノリノリですね。はい、やる気満々です。さあ、それでは2頭もやってきてくれたので、ここからは主役に登場してもらいたいと思います。はい、それでは皆さん、大変長らくお待たせいたしました。早速主役に登場してもらいましょう。こちらにご注目ください。ルー親子の登場です。せーの、ちょっとルーちゃん、はい、早速まず先頭を見てやってきてくれたのがですね、こちらがお母さんね、お名前をルーちゃんと言います。はい、とてもね美人なお母さんです。はい、そして主役もちょっとずつやってきてくれておりますが、はい、ルーちゃんのこともしっかり皆さん見てあげてくださいね。そしてどっちかわかんない、カメラマンさん、お家の方へ注目お願いします。ルーコちゃんもやってきてくれました。もうやっぱり皆さん生で見る方が可愛いんじゃないですか。全然主役の顔じゃない全然主役の顔じゃない、今日は渋い顔ですかみたいな感じでお顔になっておりますが、さあ、ね、ちょっとルコちゃんもお食事始めていきましたので、ちょっとお名前発表の方を早速始めていきたいと思います。頑張れ、出てけ、緊張する。やっぱ本丸がちょっと本番は弱い感じなのかなあ、出てきてくれましたね。さあ、それではですね、お名前発表の方早速始めていきたいと思います。ちなみにですが、お名前発表ですね、本日の主役はこちらの青色の台に乗って発表していきたいと思います。はい、皆さん今のうちにね、どのお名前が新しく名前ついたかぜひ考えててくださいね。お名前の候補はププルちゃん、ププネちゃん、コハルちゃんのこの3つとなっております。はい、それでは早速お名前発表もしちゃいましょうかね。それではいきますよ。総応募数492件の中から見事お名前に選ばれたのは、いけてき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 て
りしちゃいました大変なことになってますが、ちょっとここですね、スクリーンショットタイムにしていきたいと思います。ちょっとバックスにお名前も、ね、書いておりますので、ぜひ主役とお名前一緒に皆さん画面越しではありますが、お写真たくさん撮ってあげてください。はい、皆さんの予想当たってました。皆さんちなみに何にされたんですかね。めちゃめちゃ気になりますが、もうとっても可愛らしい福音ちゃんというお名前がね、新しく付けられました。さあ、私たちもね、知らなかったんですよ。ここで初めて知ったスタッフが大半なので、みんなびっくりしております。そして嬉しいです。ありがとうございます。由来の方もお聞きしてもいいですか。はい、お父さんの大福から福、お母さんのルーという可愛い響きから音、それを合わせて福音という名前を思いつきました。良い知らせという意味である福音という言葉にもかかっていて、ルータと福和に妹ができたのがとても嬉しいと思ったのと、これからも周りにたくさんの声を届けて名前を付けさせていただきました。はい、もうめちゃめちゃ素敵な由来でしたので、本当にありがとうございました。わわわわわわ、どこ行くどこ行く。はい、それではですね、ここで自由どこ行くどこ行く、当館の館長から。1月16日に来てシーパラダイスに生まれた、つけてつけて、福音というめちゃくちゃの方に愛されるような素敵なお名前を付けてくださいました。ルンタ君のような人気アザラシになれることと思います。よってここに感謝を申し上げます。令和5年6月16日株式会社イセミオトイオパラダイスイセミオトイオふれあい水族館館長田村隆太、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝状が丸様に送られます。さあ、そしてですね、丸様にはですね、もう一つプレゼントがありまして、こちらチビに合わせよ。はい、こちらのですね、オリジナルのエコバッグとこうかな、こちらですね、はい、はい、デザイン書きました。こんな感じで福音ちゃんのお写真が書かれているエコバッグと、こちらですね、年間パスポートの方もプレゼントしたいと思います。こちらもね、福音ちゃん仕様のパスポートとなっておりますので、ぜひたくさん来て会いに来てあげてください。めちゃくちゃ可愛い。見えてますか。見えてます。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。それではですね、丸様、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。見てますね、少しだけ。見てますね。移動していって。はい、船さんもここでお食事を。はい、それでは。皆さん、最後までのお付き合い本当にありがとう。ハプニングもたくさんありましたが、最後までのお付き合い本当にありがとうございます。ありがとうございます。みんな、どこ行ってるの。早く応援してください。ふくねちゃんです。ふくねちゃん。はい、ふくねちゃん。はい、それではですね、ルーコちゃん、改めてですね、ふくねちゃんにまた皆さん、ぜひ会いに来てあげてください。さようなら。バイバイ。バイバイ。